今回はアフターエフェクツのカラー補正の色相彩度について解説していきます。色相彩度エフェクトは映像の色を自由に調整できるエフェクトで、特定の色を変更したり全体の彩度を調整する際に使用されます。特に色相彩度エフェクトはトーンカーブやレベル補正と並んで使用頻度が高く、初心者がまず覚えるべきエフェクトとなっております。トーンカーブ、レベル補正が映像の明るさやコントラストの調整に特化しているエフェクトであるのに対して、色相彩度エフェクトは色相の変更、彩度の増減に特化しているエフェクトです。パラメーターも少なくシンプルなエフェクトなので、この動画で使い方を覚えましょう。それではパラメーターを順番に解説していきます。一番上のパラメーターが色相です。画像や動画の色相をシフトさせ色味を変えていきます。色相は角度制御のパラメーターとなっており、これは色が円のように循環する性質を持つためです。普段使っている色のパレットの HSB モデルの H は360度で表されています。0度が赤、60度が黄色、120度が緑、180度がシアン、240度が青、300度がマゼンタ、そして360度で一周となり赤に戻ります。つまり色相をプラス30度シフトすれば簡単に隣の色を取得できるというわけです。180度回転することで補色を簡単に取得することができます。パネルの一番上に2本のバーがありますが、上のバーが入力値で下のバーが出力値です。このバーを見ることで元の色がどのように変化したのか視覚的に確認できます。例えば色相に60度と入力してみましょう。すると、もともとシアンだった部分が青に、ピンクだった部分は赤色に変換されて出力されているということがわかります。次のパラメーターは彩度です。標準値が0で値をプラスに調整すると彩度が強まり、映像の色が鮮やかになります。逆に値をマイナスに調整すると彩度が失われていき、マイナス100にすると彩度が完全に失われ、白黒の映像にすることができます。次のパラメーターは明度です。明度も標準値が0で値をプラスに調整すると映像は明るくなり、逆に値をマイナスに調整すると映像は暗くなっていきます。ただし明るさに関してはトーンカーブの方が細かい調整ができるため、色相彩度で明度を調整することはあまりないです。ここまでが主なパラメーターですが、一番上のチャンネル制御の部分がマスターになっています。マスターは映像のすべての色相に対して均一に調整がかかります。このチャンネル制御を変更することで特定の色相の範囲だけにエフェクトの影響を与えることができます。例えば青だけ色を変えたい場合、チャンネル制御を青に変更します。同じように色相を60、彩度をプラス100にすると空と山の岩肌の青成分だけが影響を受けました。そしてチャンネル制御を青に変更すると四角マークと三角マークが入力値の青色の範囲に現れました。四角マークの間の範囲がエフェクトの影響を与える範囲です。そして三角のマークに向かって滑らかに影響がなくなっていきます。このマークは手動で調整することができます。例えば映像の空部分だけを白黒にしてみましょう。特定の色を抜くことができます。彩度をマイナス100にします。ですが空が完全に白黒になっていないですね。これは適用範囲が濃い青に限定されているからです。範囲をシアンの部分も含めるように調整します。なるべく滑らかになるように三角のマークも調整しましょう。エフェクトをオンオフしてみましょう。再生します。これで空の色味だけを抜くことができました。ではリセットして、この映像の草木の緑の部分の色を褐色に変更してみましょう。チャンネル制御を緑に変更します。色相をマイナス180にして範囲を緑色の部分を覆うように調整します。太陽の光が当たる山肌や雲の黄色部分も色が変わってしまっています。必要であればマスクパスを利用しましょう。草木の緑部分の色が変わるような範囲に調整します。色相をマイナス70にします。彩度もマイナス70に調整することで褐色に変更できました。明度も少し明るくします。再生します。このように緑部分を褐色に変え秋っぽい色合いに変更できました。ただし注意として、特定の範囲の色相や彩度を大きく変更すると映像にちらつきが生じるので注意が必要です。
では最後に一番下の色彩の統一についてです。この色彩の統一にチェックを入れると、それより上のパラメーターは無効になります。このパラメーターは映像全体の色彩を統一し、単色系のルックを作るための独立した機能になっています。使い方は同じで、色相、サイド、明度を使って全体の色味を変更することができます。色相に30と入力して少し色をシフトします。このようなセピア色のようなレトロ風の色味に統一でき、いわゆる CC トナーを使った時のような効果を与えることができます。いかがだったでしょうか。今回はカラー補正エフェクトの色相サイドについて解説してきました。カラー補正の中ではトーンカーブに続いて使うことが多いエフェクトだと思います。フォトショップでもおなじみの操作感で、トーンカーブと組み合わせれば色と明るさの調整は十分に行えます。初心者の方はできるだけ早く使い方を覚えましょう。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。クリエイターズスペースでアフターエフェクツを学ぼう。わかりやすい動画コンテンツも充実。コミュニティの仲間と情報交換してモチベーションアップ。課題チャレンジでは自分が作った作品について講師からの個別のアドバイスを受けられます。初月会費無料。入会特典でトランジションプレゼント。今すぐチェック。